お疲れ様です。おしょうです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、今回はですね、皆さんの質問に答えるコーナーですけれども、はい、エンジンオイル、まあ、これエンジンオイルとオートマのオイルの質問すごく多いんですけど、エンジンオイルのですね、安物と高級品の違いについて教えてくださいっていうことなんですけども、まあ言えばね、いっぱいあるんですけど、安いものはですね、まあ当たり前なんですけども、エンジン汚れます。エンジン汚れるんですね。エンジンの性能としては、まあエンジンが壊れない程度に、まあ作られてる、ギリギリなラインでね、まあ壊れちゃ困るのでね、作られてるんですけども、まあ汚れます。であとですね、熱に非常に弱いので、当たり前の話なんですが、これを知らない人もやっぱ若い子なんか特に多いんですけども、安いオイルでサーキット走り行っちゃうんですね。でも当然壊れるんですよ。でですね、例えばエンジンオイルを自分で変えて、でブーストアップとか、そのタービン交換とかをお店にお願いして、で戻ってきて、でオイル交換は自分でやるからいいですって言ってサーキットに行って、エンジン壊れて、でセッティングまで取ったのに壊れたじゃないかって言ってクレームになることがあるんですけど、それ壊れますよね。それはあの、我々からすれば、え、何を言ってるんだいって、君何のオイル入れたので、油温は見たの、油圧は見たのっていう話をすると、メーターついてませんとかっていう子がいるんですけど、そういうのを受けちゃうショップさんもいるんで、まあ金儲けのためにただそういう人をね、誰でもどうぞって言って、あとは知りませんみたいなやり方をしてれば、まあ当然クレームになるんですけども、評判もね、あとでまあ良くないことをね言われたりするとは思うんですけども、まあ熱ってすごくですね重要で、まあそこら辺のところがですね、じゃあ私はサーキット走らないから関係ないやって思ってると大間違いで、実はですね、まあ真夏に高速道路で長距離移動したりすると、とてつもない熱なんですね、エンジンの熱っていうのは。でまあ、それが結構なスピードを出す方であればなおさらなんですけども、ですぐにはもちろん壊れないとは思うんですよ、そんな簡単には。まあ、あの日本の、ね、車であればもう本当にすごい優秀なので、なかなか壊れないんですけど、ただもうものすごく性能が一気に落ちていくので、やっぱりエンジンにかかる負荷に対して熱のね対応能力が低いオイルだと、やっぱりもう少しずつ傷をつけたりとかっていうことはやっぱあるので、圧縮が下がったりとかってね、やっぱ出てくるので、まあそこら辺のところを、まあ、自分で例えばですね、まあ、自分はまあ1年2年しか乗らないからいいやっていうのであれば、まあ、確かに安いオイルでもね、まあ、いいんじゃないのかなとは思うんです。ただ次の方に売るときにね、もし個人売買で売るのであれば、もう私はね、あの激安オイルを入れてきて、ね、申し訳ないけど、あの長く乗るならいいオイル入れてあげてくださいねぐらいは言ってあげた方がいいかなとは思うんですけども、ちゃんとオイル交換してましたって言って、何のオイルですかって言って、そのオイルをあの教えてもらったらびっくりすることはやっぱあるんですけども、まあ汚れるのは当たり前なんですよ。そのオイルの洗浄能力ってすごくやっぱりコストがかかるので、でさらにですね、出力を上げるオイルっていうのがあるんですよね。あの圧縮を上げる構造になってるオイルがあるので、まあ、旧車とかですね、そういったもう古い車なんかはやっぱ圧縮が落ちてることが多いので、そういう圧縮を上げるための、まあ、オイルっていうのもあるんですけど、そういうオイルを作るのにやっぱすごいコストがかかるんですよ。でよくあるのは、まあ、ディーラーのオイルどうなんですかってことなんですけども、まあご想像通りですよ。ディーラーのオイル高いですか安いですかって言ったら、まあすごい安いわけですよね。でディーラーのオイルの中にもランクがあるんですけども、だから何っていうレベルのランクなんですよね。じゃあこのオイルでエンジン汚れないですかって言ったら、汚れるので定期的に変えてくださいっていうぐらいですよ、多分そのぐらいのレベルだと。で汚れたらフラッシングありますんでって言って、なんかフラッシングを勧められるぐらいですね。でなんでオイル交換してるのにフラッシングしなきゃいけないんですかって聞けば、いやオイルっていうのはね汚れるんですよ、でエンジンもだから汚れるんです、だからフラッシングが必要なんですっていう説明をするお店もあるんですよね。でもそういうお店に関しては、いやでもオイル交換だけでフラッシングしなくてもいいオイルってないんですかって聞いてみるといいと思います。
まあそこで働く人たちをねいじめるわけじゃないですけど、そこで働く人たちが車好きかどうかっていうのを、まあ、ちょっとね判断基準にしないと、そこで働く人たちはもう本当にいやいや働いてたらオイルの勉強なんかするの絶対嫌なんで、嫌なんですよ。で私の動画なんか見るのもう最も嫌なんですよ。もう何をしたいかって言ったら、その給料でやっぱり遊びに行きたいわけですよ。でも早く車のことを忘れて家に帰ったらもう車なんか絶対見たくないし、家の車の親の車のオイル交換なんか絶対したくないとかっていうね、そういうメカニックもいるので、まあそれをねあまり追求せずに、そういう方はそういう方でそこのお店には行かないとね。車が好きな人が集まってる。で本当ね、いつも言いますけども、やっぱサーキットに行くとそういうお店の人たちがいるんですよ。でそういうお店の人たち今見学に行くだけでもいいんですよ。ショップさんの主催の壮行会とか何かイベントに行って、でそのショップさんにちょっと話を聞いて、でそこのショップさんに行くと。で当然ですけれども、オイル高いですからね、そういうところで扱ってるのは、でもまあ私はサーキット走るわけじゃないけれども、やっぱり大事にしたいということであればね、その辺のところはまあお店の方と相談していただければなと思います。はい、まあ大きく分けるとそこの2つですかね。汚れの度合いと、まあ熱に対する性能の違いですかね。まああとはね、ランクがいっぱいあるのでちょっと何とも言えないですけども、ガソリンスタンドとか、まあ、ディーラーとかのオイルはまあ安い方です。グレードがいっぱいあるんですよ。グレードがいっぱいあるんだけど安い部類に入ります。はい、一番高いグレードであっても、まあ我々からすれば激安オイルというような判断ですね。はい、まあちょっとね今回の話、まあちゃんとした回答になってるかどうかわかんないですけど、私の個人的な意見ですけどね。はい、皆さんのお役に立てたらチャンネル登録、高評価もお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。